シメン・アグデスタインは、ノルウェー・アーケシュフス・ケンアースケー出身のチェス選手。また、サッカー選手としてもプレーしており、ノルウェー代表にも選出されていた。現役時代のポジションは、フォワード。15歳で、ノルウェー王者、16歳で、インターナショナルマスター、18歳で、グランドマスターの称号を獲得。1986年の世界ジュニアチェス選手権では、 ビスワナータン・アーナンドラを抑え準優勝に輝いた。1980年代後半はチェスを一旦休止し、サッカーに力を入れた。しかし1990年代初頭に膝に深刻な怪我を負い、サッカー選手としての経歴にピリオドを打った。1999年にチェスに復帰し、2003年に満島で開催された国際大会で優勝した。 2013年は2大会で優勝した。チェスオリンピアードにはノルウェー代表として7回出場している。最高成績は1982年大会の個人金メダル。1984年にオスロの FK ンと契約し、1992年に引退するまで同クラブでプレーした。 また1988年から翌年にかけてノルウェー代表に選出されており1ゴールを記録している。ありがとうございます。